映像を見させてもらって。いや、スティック、いや、こだわりをね、うん、そう、そうね、久々、でも1年ぶりにやるってのはどんな気持ちだったんです？めっちゃ心配でしたよ、うん、もう、まず演技覚えてるからから始まって、うん、どうしようと思ってたら、昨日ちょっと動いたら、うん、割と、あ、なんかできるなって。これってね、こっち側選んだらなんか理由があるんです？マサトさんに、うん、これをやってほしいって言って、あ、好きに選ぶ、うん、いや、僕もこれをやってよかった。あ、本当に。これで僕も、なんだ、大学1年の時の、うん、すごい気持ちが入ったり、ねえ、でも、ジャパンの最後のあれも良かったですよね。ありがとうございます。あれはね、永井直弥のショーケースだと思ったんですけど、過酷でしたね。え、もう詰め込んだのですですよね。もう全部自分のあれ演技ですって感じですよね。あ、まずは、解説してください。え、解説？こだわり。こだわり。はい。どんな思いで演じられたんです？でもやっぱ能力的にはやっぱなんだろう、新体操からちょっと離れてたんで、うん、下半身の強さとか多分なくなってたんですけど、うんうん、その表現の自然さを、うん、つなげる、なんだろう、仕草、うん、仕草も演技の中に。そういうのもあっちで学んでるつもりなので、はい、仕草と振りが違うんですか？なんだろう、なんか自然と出てくるものってあるじゃないですか。あと今まで、うん、さっきのこことかも強くやってましたけど、うんうん、もう強くやる、やりたくはない、なんかこのもっと感じながらっていう、なんか、そうですか。はい、なんかすごい柔らかいですよね。この、最後の方の本番前に決めました、うんうん、あ、そう？曲、歌詞ありでやりたかったんで、ええ、編集してて、ええ、シンダスを使ってたやつは、ええ、最後のラストアートに違う曲をつなげてたんですよ、早く早く感じを、はい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 、ここから、でもこっち全然違うし、ちょっと長くなったんで、ええ、どうしようと思って作るわけ。なんか本当踊り方が変わってる、へえ、うん、ちょっとこれやりたいな、変な雰囲気が、うん、なんだろう、切り裂く感じ、切り裂くっていうのはなんかね、本当にね、パタパタって変わるようなね、静止画みたいな感じのイメージがあったな、うん、なんか切れの良さの中の柔らかさみたいな、うん、本当に早いなと思って、うん、動き出しが早いんですかね、なんか緩急ですね、やっぱ多分これとこれの幅が多分、うん、東京出て表現学んでいくうちにどんどんこうなってこれて、まだまだですけど、ここがどんどん広がって、この前も師匠のレッスン、一昨日ぐらい会った時に、やっぱ踊り方はここはみんなできるから、うん、ここだからその強弱というか、うん、ここの幅をどんどん広げていったらもっと面白くなるって、うん、この縦幅は何を見せるんですか？スピードですか？例えば、うん、何でも当てはまるんですけど、スピードにしろ、うん、強さにしろ、うん、多分中間は誰でもできる、で強いも結構割とできる、うん、で全部が例えば1分半だったら、うん、全部がここだけだったらつまらないけど、うん、こっちができた時にここの良さもこっちの良さも全部、なるほどね、感情でも全部、うん、上手い、コントラストですね、踊りを見てると、だからなんかこの身体操もそれはあるんですけど、うん、この1分半の世界をすごい感じるじゃないですか、観客としては、はいはい、うん、そういうことなんだろうな、そうなんですよね、おっしゃる通り、早いだけだとそこに慣れちゃうんで、やっぱり遅いのでゆったりさと、やっぱり速さ、綺麗な良さっていうのはあると違いますね。すごく昔から緩急緩急って言われてきましたけど、身体操の現場でも、まさにその通りだな、これが大事だな、なるほど、でも言うのはできますけど大変ですよね、はい、でもおっしゃるとおり、今の話だとゆっくりの方が大変なんです。どっちかって言ったら早くするったってそんなにならないだろうって思う。多分ゆっくりってちょっと表現も入ってくるじゃないですか、うん、だから難しいんだと思います。なんか綺麗さもなくさないように、うんうん、
かつゆっくりゆっくりって荒が見えるじゃないですか。結構速い演技も難しいですけど強かったりするんで、ゆっくりはもう完全にもう見れる。あ、なるほど。その姿勢だったり、例えば新体操でいうつま先だったり指先だったりとか、ここもあからさまに見えてくるんで、だから多分難しいんだと思います。おー、なるほどね。指先とかね、難しいです。難しい。そうだね。今のと指先とかつま先って観客席から見えても結構見える。そうですね。驚くほどね、細かいんだけどね。そう、僕もね、ほんとこれとこれの違いが分かるもんね、観客席で。指先によって靴下履いてますからね、白のマットで白の靴下ってやっぱ光るじゃないですか。余計見えるし、黒でも余計見えるし、そういうのもあって僕最後のスティックの衣装の時肌色にしたんですよ。はいはいはい。いろいろ研究して何が一番目立つんだ、化けるか。ああ、見せたくなかったんで、この例えば自分が緩んだ時に荒が出ちゃうから、それを見せないためにどうしようか、肌色だなって。ここで肌色を履くと緑のやつで、完全に見えなくなります。綺麗なものしか見えとかない。だから裸足で今日やったんですけど、裸足いいですね。あ、いいですね。身体操は裸足いいんですか？ダメです。あ、ダメですね。確かダメですね。裸足ありだなと思って、まあでも衣装着るとあれですもんね、靴下履いてる方が綺麗だから。おー、そうなんだね。こういうただの服とかだったら、裸足とかでも、そう、そんなに入らないんだけど、境に見えるってなったかな。昔の時代よ。あった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 。さあさあ、これどこだろうな。長井くんの一通り持ってきたの。嬉しい。多分ね、これね、いつの間にそんなこと。いや、ジャパンは何取れてないんで、はい、インカレ？インカレだと思うけどな。8月15日。なんか喋ってくれません？何がいつインカレ？覚えてるかな。スティック。インカレってあの去年のやつですか？そう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 。去年。4年生というのはインカレですよ、ね、8月15日はインカレだよね。あ、でもリングは、本当に戦略でやった意味だった、あ、じゃあ見こうか。スポーツって感じでしたね。ちょっとこっちで見てたら曲合わせる。